海軍少将、ハインリヒルーフス本校では、ドイツ海軍の軍服について記述する。ドイツ海軍の歴史は1848年に、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世が創設したプロイセン海軍に遡るが、軍服については、第二次世界大戦中のドイツ海軍まで大きな変化がなかった。和ョーなどの気象類を除けば、国防軍の海軍に、 特有のものは限られている。また他のヨーロッパ海軍のスタイルと多くの共通点があるが、それはこれらの海軍がすべて19世紀のイギリス海軍の影響を受けているためである。ドイツ海軍の軍人は将校と上級下士官と下級下士官と兵に分かれており、軍服もそれに対応している。ドイツ海軍の規定では将校の勤務服には、 正式と略式がある。略式は、ダブルブレストの解禁型のネイビーブルーのジャケットとズボンである。ジャケットの右胸には、国家は師匠、左胸には胸ポケットがあり、両腰にもポケットが2つある。両袖には階級を示す金線が入り、またその上に、陛下識別証が付く。略式でも、手袋や探検を着用する場合もある。 通常勤務服であっても正式は、礼服と同じフロックコートを着用する。聖剣ベルト、短剣、勲章、グレーの手袋もつける。シャツは、略式も正式も縦襟だったが、後に折り襟式になった。正式の方は戦中にはほとんど着用されなかった。上級菓子官は専用のジャケットに証工に準じた、アクセサリーをつけた。下季には、白い勤務服を使用する。 これは、胸ポケットが左右に二つ、腰にも左右に二つあり、いずれもプリーツが入っている。また袖性がなく、代わりに検証をつける。礼服は、将校のみに着用される。紺のフロックコートであり、それに、正検証、正棒、正剣、ベルト、サーベル、白手袋、勲章を加える。コートの下リツエリシャツにネクタイを着用する。の場合は、 召喚職所もつける。また聖帽も召喚のものは前から後ろにかけて金色の飾り帯がついている。礼服はここで見られる。礼服は戦中にはほとんど着用されなかった。晩餐服は将校の夜会用の服である。ウエストコートの上に竹の短いジャケットを着用する。ジャケットにはネイビーブルーと白があったが、下には白いシャツと黒のネクタイを着用する。 ウエストコートとズボンの色はジャケットに合わせることとされていたが、ネイビーブルーのジャケットの場合には、ウエストコートは白も認められる。晩餐服はここで見られる。兵と下級貸士官の水兵の通常勤務服は海軍軍服として代表的なセーラー服である。この軍装には、紺と白の2種類があり、白は熱帯用だった。ただし実際には両者を混用していることが多く、 これは他国に見られない特徴だった。襟の部分は着脱式でその下にはネッカチーフを着用する。左腕には陛下識別証を付け、その下には V 字型の階級袖賞を付ける。下級菓子館の場合には怒りに所属陛下賞を組み合わせたものと階級袖賞の有無で階級を示した。P ジャケットは外観は P コートに似るが実際には薄手のウール製のジャケットである。 水平服の上から着用した。水平服の襟は出さない。ダブルブレストの紺色のジャケットで、階級章は襟と左袖にあり、下級下士官の場合には、襟の周囲に金色の縁取りがあった。水平服と同じく左腕には、陛下識別章と V 字型の階級袖章を付けた。戦前期には、兵卒、下級下士官は正式な通常を勤務服として、 竹の短い紺のジャケットを水平服の上に着用した。ジャケットは前合わせ部分の2つのボタンをチェーンで留めた。またそれ以外にもダブルブレストのボタンがたくさん並んでいるが、これらは飾りボタンである。サワンには水平服や P ジャケットと同様に陛下識別章と V 字型の階級袖章が付く。また紺の水平棒、グレーの手袋を着用する。 下記には白い聖望の着用も認められていた。この服はパレード用ジャケットと呼ばれることもあり、パレードの連想として利用する場合には、勲章と弾薬コート銃剣を装着したベルトを着用して、小銃を持った。1941年以降にはこのジャケットは使用されなくなった。U ボートの乗組員たち。聖望に白いカバーを被せた手前の人物は艦長。 潜水艦 U ボートは事実上、ドイツ海軍の主力であり、その乗組員は通商破壊を任務として数ヶ月にわたり艦内で過ごした。狭い艦内には必要最小限のものしか持ち込めないため独自のユニフォームスタイルがあった。潜航時の乗組員たちの通常軍服は U ボート船体の本拠地に置き残された。勲章なども潜航時にはすべて外された。 ユーボート登場中はかなり自由な服装が許されたため軍人らしからぬスタイルのものも多かった。私物の赤いチェックのシャツを着るものもよく見られた。陸上ではユーボート登場員も通常の軍服規定に沿わねばならないがユーボート登場員は陸上勤務中にもユーボート内の空気を持ち込む風潮がありだらしない格好をしているものが多かったという。ドイツ軍は 軍服規定に厳格な軍隊だが、有望と搭乗員についてはその任務の特殊性から、ある程度の乱れが黙認される傾向があった。これについて、ライバルの陸軍は、海軍は、だらしないという陰口をし、しばしば決起盛んな有望と搭乗員は、陸軍の憲兵との間でトラブルを起こした。有望とに、特有な軍服として、以下のようなものがある。 1940年の対フランス戦でドイツ軍はデニム製で単上着の英軍バトルドレスを大量に入手した。ドイツ軍当局は有望と作業服との類似性に目をつけてボタンや検証をドイツ海軍用のものと取り替えたものを有望と乗組員に作業着として支給するようになった。在庫がなくなるまで支給され続け、その後はドイツでも生産されるようになった。 この作業着は、タンウアとズボンのツーピースで構成され、誕生意は両胸にプリーツポケットがあり、ウエストバンドをバックルで締めるようになっていた。水平、可視感用の革ジャケットは、前ボタンが4つのシングルブレステッドであり、胸ポケットは左胸にだけ付き、サイドポケットは左右2つである。このジャケットは、機関平用の服としては、第1次世界大戦時とほぼ同じであり、 色だけが黒からグレーになっていた。布製の作業服と同様に通常は階級章をつけなかった。昇降用の革ジャケットは可視感、水平用と異なり、膝丈の長さでダブルブレステットであり、サイドポケットの上あたりにスリットポケットが左右についている。しかしポケットの位置にはバリエーションが見られ、中にはスリットポケットがないものも存在している。 この服は暖かく快適だったので、クルーの間で人気があり、S ボートに登場する将校によっても使用されている。ドイツ海軍は軍港などに上駐の陸戦部隊を保有しており、これら陸戦部隊は野戦任務のために陸軍のそれと告示する野戦服が定められていた。基本的に陸軍の野戦服と同じだが、服のボタンは海軍の怒りのマークがデザインされたボタンが、 使用されており、将校は裾ポケットの形状が異なった。襟章は陸軍と同じドッペルリッツェンであるが、陸軍のものとは色が若干異なった。海軍の兵、可視官用のドッペルリッツェンの色は黄色でリッツェの中央には青のストライプが入っていたが、1935年にドッペルリッツェンの色は陸軍と同じグレーとなり、リッツェンの中央は 黄色のストライプが入るようになった。召喚は当初陸戦部隊であってもこの野戦服を着用しなかったが、1943年5月から着用することになり、独自の襟章が定められた。デザイン自体は陸軍の将官の襟章と同じだが、大布の色が陸軍は赤色なのに対して海軍では青色だった。またズボンの両側の召喚を示すストライプも、 青色だった。ドイツ海軍のオーバーコートには、ウール製、革製、レインコートが存在した。オーバーコートには蘇개性がついていなかったため、代わりに検証をつけた。またオーバーコートを着用した場合には、政権ベルトの使用も認められる。ウール製のオーバーコートは、召喚の場合、下入りがコーンフラワーブルーで、裏打ちされていて、折り返して着用することが認められている。 海軍の聖望は、海軍の金色の和紙章とその下に、黒海色の円形章とそれを囲む金色の多く派飾りがついている。顎紐は全階級で黒川である。バイザーはブルーの布地で覆われ、革で縁取りされている。バイザーの装飾は階級を示しており、一貫は金色の波形模様、左貫は多く用の金色の飾り一列、小貫はそれが二列になっている。 U ボートでは季節に関係なく艦長は白い聖望をこむるなら足があった。一方陸戦部隊の聖望は陸軍の聖望と似ているが形状や気象類が陸軍聖望とは若干異なる。陸戦部隊聖望の顎紐は将校が銀の組紐で将官は金色である。また海軍の通常聖望と異なりバイザー部分に階級を示すものはない。 クラウン部とバンド部の周囲には青色の縁取りがある。水平棒には和紙章と黒家色の円形章がついている。また悪天効果で帽子を止めるための長いリボンがついている。ペンネント正面には文字が書かれており、当初は勤務官名が記されていたが、1938年以降は保安上の理由からクレクスマリーナの表記で統一された。水平棒には 白と紺があったが、白は海戦と共に廃止され、紺の水平棒も戦時中にはあまり使われなかった。海軍の略棒は1940年に導入され、水平棒にとって変わった。海軍略棒は海軍の紺色であり、海軍の金色は師匠と黒海色の円形章がつく。また有望途上院の略棒には船体およびパーソナルマークを模してバッジがつけられる。 海軍のシュタールヘルムの和紙章でカールの和紙の色は金色になっている。海軍の国家和紙章は紺の下地に金色で刺繍されている。軍棒のクラウン部分や右胸につける。ありがとうございます。